ご苦労様でした。
念願のウエストコースト。私はサーフィン映画が大好きで、ビッグウェンズデーとか、それからエンドレスサマーとか、本当にカリフォルニアの青い空とその広い海と、本当に自分の中でイメージがあったんですけども、本当にその通りっていう感じで、ロスは私は初めてなんですけど、本当に気候もいいし、それから街並みもいいし、人もいいし、最高です。今後の抱負は女優になること。もっともっといろいろと勉強して、いろんなものを吸収して、いい作品に巡り合えたらいいなと思います。そしてハリウッドに進出、それしかないですよね。